エド・ネルソンはアメリカ合衆国の俳優である。1928年、ルイジアナ州のニューオーリンズに生まれる。トゥレーン大学で演劇を学ぶも、2年で退学してニューヨークへ渡り、ラジオとテレビについて学ぶ。その後、アメリカ海軍へ入隊して、海軍内のラジオ局に携わり、退役後はロサンゼルスへ移った。ロサンゼルスでの活動開始後は、 ロジャー・コーマンによる B 級映画や低予算の SF 映画などへ出演してキャリアをスタート。1956年のコーマン監督による女子大脱走がデビュー作となった。1950年代後半からはテレビドラマへも進出して幅広いジャンルで活躍。特に1964年から放送されたドラマシリーズペイトンプレイス物語で メインキャストとして514エピソード出演して、役者としての地位を確固たるものにしている。1986年には、スティーブ・グッテンバーグ主演のコメディ映画、ポリス・アカデミー3全員再訓練で、主張役を演じたほか、1998年には、ジャッキー・チェンや山本未来らが出演した香港映画、フウェイ・エミアイなどへも出演している。2014年、 ノースカロライナ州のグリーンズボロにて心不全で死去。ありがとうございます。